ジョン・ニースと申します。東京から来ました。私があなたに惚れたのはちょうど19の春でした。今さら離縁というのなら元の19にしておくれ。消費税頼りの無能さに胸はぜいぜい苦しくて、嘘つきアベフルエンザに感染し、フィクションフィクションとくしゃみする。浦島亀の上一寸帽子は湾の中、サンゴはやばい亀の上、違うな、砂の上だそんなわけない、亀の上じゃない、もう一回言います。サンゴはやばい砂の上、鳥たちはやんばるクイナと呼ばれて、平和が来たような夢を見て、救助救助と泣いていた。それでは本日のテーマでございます。除染除染と言うけれど、フレコンバックに食べただけ、復興五輪というのなら聖火と一緒に担いでリレーしろ。私東京から来たの、本当は埼玉なんですけどね、東京で、東電前だとか日本原電前だとか、その辺のところに直接向かって歌っております。それを一つご披露しましょう。東電本社のある内幸い町、今では内和沢い町と呼ばれてる。枯れ木に花が咲くのな元の福の島にしておくれ。住民の意見は無視をして、避難手当も打ち切って、誰のためのインフラか守れとセミも鳴く。日々の暮らしの切なさがなぜに政治に届かない、それはあなたが言わぬから。まずはここ浜松駅前で萎縮せずに歌いましょう。はい、ということでもう一回聞きますか。もう一曲ね、はい、はい、タイミングいいところです。ここは浜岡原発とかって、これ中部電力っていうの、中部電力が、例えば東京電力は東電、日本原電は日本原電は日本、中部電力は何か略して言うんですか、中電って言うんですか。
本当中年ですか？中年。わかりました。じゃあちょっと歌の中にそれ入れたいんでね。じゃあ中電って言ったら皆さんもそれ合わせてくださいね。あの最近はね激しいんじゃなくてね、あの例えば日本原電とか東電の人たちもあの大体自分たち分かってるんですよ、やばいなってことは。だからそれを突っ込まれるとすごく嫌な気持ちになるんだけど、それは嫌な気持ちになってもらいたいんですが、でも優しくねお互いに行きましょうよということで、再稼働を許さないわけですよ。再稼働のことをリスタートって言います。そこでノーリスタートすればという、あの懐かしいマリン・モンローの曲に合わせて歌いたいと思います。本当はきっと分かっているはずさ、再稼働したら放射能がたまるってこと、さあ勇気を出して稼働させないことを決心する英断、未来への贈り物。いきますよ、中電ですね。中電利権を断ち切ってノーリスタート、ノーリスタート。ちょっと高くてごめんなさいね、私これ高いんで。中電勇気を出してノーリスタート、ノーリスタート、ノーリスタートすればみんなが安全になり、優しい笑顔で挨拶交わす、ノーリスタートすれば子供たちが安心して、静かに大きく深呼吸。いきますよ、中電の場所ね。中電利権を断ち切ってノーリスタート、ノーリスタート。中電勇気を出してノーリスタート、ノーリスタート。もう一回いきましょうか。中電利権を断ち切ってノーリスタート、ノーリスタート。中電勇気を出してノーリスタート、ノーリスタート。懐かしいですかね、ちょっとね。